政治を見えるか。どう見えるかのベベロンです。つむぎです。よろしくお願いします。本日は政治家も訪れる一生ボースポット参戦見えるかチャンネル。1つ目、埼玉県日高市にある駒神社。はい、ということでこれどうすごいんですか。この神社、地元では出世神社って言われるぐらいほんまにすごいパワースポットなんですよ。出世神社ってあんま聞いたことないですけど、なんか理由とかあるんですか。ここの神社にお参りした政治家が次々と内閣総理大臣に上るようになる。次々と、はい、例えば鳩山一郎元総理をはじめとして6人の政治家が、内閣総理大臣になったそうです。鳩山一郎さんってあれですよね、民主党の時の鳩山由紀夫さんのね、お父さんで。だからね、総理大臣になりたい人はね、もう絶対ね、もうここにね、行くしかない。2つ目、京都にある伏見稲荷大社。ということでね、なんか伏見稲荷って、まあ僕たち京都にいるんで、なんかすごいなんか身近なとこですよね。そうですね、一度は多分訪れたことあるんじゃないですか ね、でもなんか、すごいなんか鳥居のイメージがあって、あんま出世のイメージないんですけど、でも、実は豊臣秀吉が戦国時代に天下統一した時に建てられて、別名出世稲荷神社って言われてるらしい。出世稲荷って言うんですか。はい。それすごいですね。すごいですよね。まあしかもなんか地位名簿をはじめとして約10種類の御利益があるって言われてるぐらい強力なパワースポットなんです。10種類。はい。これ行くしかないんじゃないですか、関西の人。はい、そうですね。ほんま今でも議員さんとか何人かがもう行かれてるらしくて、まあぜひね。関西のね、議員さんはじめとするね、はい、上を目指したいっていう人ね、行くしかないですね。行くしかないです。平日がおすすめです。3つ目。箱根にある箱根神社。はい、まあ、箱根にある箱根神社ってね、まあなんか名前のままのような気がしますけど、そうです、これすごいんですか？なんかダサそうです。これすごいんですよ。実はまあ戦後の日本の復興に大いに貢献したって言われてる吉田茂が熱く信仰したと言われてるそうです。吉田茂って言ったらね、戦後でもね最も有名って言っても過言じゃないぐらい有名な総理ですけど、そうですね、これなんか吉田茂さんがスタートなんですか？違うんですよ。まあみんな一度は聞いたことあると思うんですけど、うん、源頼朝をはじめとして戦国時代の武将が戦勝祈願をしたことでも知られてるそうです。ってことは源頼朝の時からあるってことは結構古い神社なんですよね。そうですね。まあ鎌倉とね近いですから、そういうのもあったんでしょうけど、はい、なんかすごいいい御利益をもらえそうですね。そうですね、まあ、他にも箱根神社にある拙者九頭龍神社は縁結びの神様としても知られてるそうです。ってことはここに参るとね、出世もできて恋人もできるってことで完璧じゃないですか。完璧です。ここに行っときゃなんとかなる。もうぜひね、もう一回ね行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。政治家も訪れるね、ファースポット3つご紹介しました、はい、なんか気になる神社ありましたか。まあ、やっぱり近いっていう理由で伏見稲荷大社もう一回行きたいなと思いましたね。なんか僕はどこでしたっけ、埼玉県にある駒神社。駒神社ね、なんかすごいなんか総理大臣になれそうなので、僕もね行って YouTube 界の総理大臣にね、なりたいなというふうに思いました。はい、はい、ということで本日の動画は以上です。他の動画もよかったら見てください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ、はい。本日もご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、新しい動画はこちらです。次の動画もぜひ見てね。バイバイ。